パウロ・パウロ書簡とは、キリスト教の聖書聖典である、新約聖書に収められた二十七文書の中で、パウロが執筆したと聖書中に書かれてある文書のこと、すべて書簡の形式をとっていることから、こう呼ばれる、他の新約書文書同様ギリシア語で書かれている。具体的には、以下の十三書簡を指す。この配列は、伝統的なもので、教会に当てたもの、個人に当てたものの順になっており、さらに、 前者はその都市の規模の順に、後者はパウロから見た、核に従っていることが読み取れる。古代教会以来、ヘブライ人への手紙はパウロに返せられ、従って、パウロ、それによれば、パウロ書簡の数は14になる。現在でもこの説を維持する研究者も少数、存在するが、この書簡の著者は、パウロと名乗っていないこと、内容的にも、パウロの思想とは、相違が著しいことから、 ほとんどの研究者はパウロとは無関係であると考えている。また、カトリック教会も20世紀になって、この書がパウロによるものと限定する必要のないことを公式に表明している。よって、本項目ではパウロ書館には含めない、13書館のいくつかについては一般に広く使われる、故障がある。次の4書は規模も大きく、内容も充実していることから、4大書館と呼ばれる。 次の4書はパウロが逮捕、収監された中で執筆したとしているので、極中書簡と呼ばれる。次の3書はパウロが、教会のあり方のついて指示しているので、巻き替書簡と呼ばれる。これらの書簡について、歴史的、キリスト教会、聖書信仰に立つ、福音派の教会においては、使とパウロによって書かれたこと、また聖典性が疑われることはない。詳細は、議事パウロ書簡を、 参照新約聖書の確認以来、各文書の新筆性については疑われることがなかった。が、18世紀末からの近代の批判的聖書学高等批評によって、それらは大きく疑われることとなった。パウロ書館についても同様である。ただし、新筆性については研究者によって判断の違いがある。詳細については、疑事パウロ書館の解説を参照のこと。ジョン・グレッサム・メイチェン。 パウロ宗教の起源命の言葉社、新キリスト教辞典命の言葉社 ISBN4264012589、小山礼事、聖書の概要を用文社、ありがとうございます。